PTA、日本における PTA とは、各学校で組織された保護者と教職員、児童を含まないによる社会教育関係団体のことである。任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠はなく、すべての児童生徒のためのボランティア活動というのが、本来のあり方である。この項目では、各学校の PTA、 単位 PTA と呼称されるについて、主に記述する。単位 PTA が共同するために集まった、市町村、都道府県、全国の各レベルに存在する PTA 連合体、PTA 連合会のつまびらかについては、日本 PTA 全国協議会、全国高等学校 PTA 連合会の項目を参照。PTA の名称は、学校に通う、子供の保護者、 教職員、からなる団体、であることから、覚悟の頭文字を取ったものである。PTA 及び類似の団体について、昭和二十年代に用いられた名称としては、父母と先生の会がある。これは、当時の文部省、現在の文部科学省が発した通達に基づく名称である。その他にも、親と教師の会、保護者と教職員の会、あるいは、育友会など、 学校ごとに様々な名称が付されることもある。各学校の PTA の名称は、各学校の PTA ごとの規約により定められる。なお、これまでの教職員、保護者による組織から発展させる意味で、PTA に C、地域社会を加えたと称するところもある。また、2010年、平成22年に交付され、翌年施行された PTA、 青少年教育団体共済法の2条1項には PTA の定義がある。本条項の定義による PTA には単位 PTA と PTA 連合体の両者を含む。PTA は1897年アメリカ合衆国で2人の女性により自発的に結成された。明治時代に日本に近代的学校制度が導入された際、各学校、 特に小学校の設立、維持の経費は地方住民の負担によることを原則とした。その後、学校経費は主に町村費の負担とされていったが、学校予算は必ずしも潤沢ではなかった。そこで学校運営にかかる金銭的、労務的負担を軽減するため、学校に通う児童、生徒の保護者や学区の住民によって、 学校を支援する任意団体も多く結成された。これらの団体は、講演会や保護者会、母の会と呼ばれる。これらの団体は、学校の経済的支援をもっぱらとし、教育活動に関わることは、ほとんどなかった。昭和10年代以降、戦争の激化とその後の混乱の影響で、保護者たちによる団体の活動は一時停滞した。しかし、 終戦後には荒廃した学校や教育を支える団体の活動が再び始められ、後の PTA の精神を先取りするような活動や運動も各地で試みられた。1946年、昭和21年の春、連合国軍最高司令官僧司令部 GHQ スキャップの要請によりアメリカ合衆国から派遣された教育施設団が作成した報告書。 アメリカ教育施設団報告書第一次報告書発表された。同報告書では PTA に直接言及はないものの、いくつかの箇所で PTA の理念に及ぶ考え方が示された。また、1947年昭和22年4月には極東委員会も日本教育制度改革に関する指令を定め、PTA が民主主義教育推進のために、 積極的な役割を果たすことを期待し、干渉した。GHQ は、これらの基本方針をもとに、総司令部の民間情報教育局、CIE と地方軍政部が担当して、全国の学校への PTA、父母と先生の会の設置を奨励、推進した。実際の事務を担った、文部省は省内に、父母と先生の会委員会を設置して、審議研究を進め、同委員会は、 父母と先生の会教育民主化のためにと題する PTA 結成の手引書を作成した。1947年昭和22年3月、この手引書きは文部事務次官名で全国都道府県知事に宛てて通達された。通達が出された翌年の1948年昭和23年4月には全国の小中学校の PTA 設置状況は7割を超えた。 1948年、昭和23年3月には、父母と先生の会、参考規約、案、第一次参考規約とも呼ばれるが文部省、社会教育局社会教育課から出さ、1954年、昭和29年2月には、小学校、父母と先生の会、PTA 第二次参考規約が文部省父母と先生の会文化審議会から出された。なお、 戦前から存在した各学校の講演会などは、あるいは PTA に看板を変え、あるいは地域住民を交えた団体として、PTA とは別組織として存続した。1952年、昭和27年10月、東京で日本父母と先生の会全国団体結成大会が開かれ、PTA の全国団体が結成された。 保護者と教員が学び合うことで教養を高め、成果を家庭、学校、地域に還元すること、児童生徒の健全な発達に寄与すること、同時に民主的な方法で運営するという設計思想があり、PTA は民主主義の演習の場であるという側面を合わせ持つ。寄付金を集めたり、教職員を金銭的に支援することなどは、 日本の PTA 設立当時本来の理念にはなかった。戦後復興のため、やむなく行われた措置である。それゆえ、PTA の講演会機能は十の一に属する。この点は時代を経るにつれ、問題点が整理され、文部科学省よりガイドラインが通知されるに至った。PTA は富である。館ではなく、学校でもない。 教育を本詞とした団体であり、営利を目的としてはいけない。民主主義の原則にのっとり、自らのあり方を自らで決定していく。発案は会員なら誰でもよく、意思決定の際には、合議を重ねていくのが原則である。活動にあたっては、活動計画、予算決算、新役員、規約改正、議案その他の承認を、年度初めの総会で行うのが通常である。 運営にあたっては、コンプライアンスが求められる。なお、コンプライアンスとは、ここでは、法律や倫理などの要求に従うこととする。類似組織に特定非営利活動法人、NPO 法人、生活共同組合がある。自動生徒は、会員ではない。彼らは等しく支援対象である。PTA の法的問題は通常、PTA、学校、保護者及び、 児童の三当事者の問題となっている。PTA と学校とは別団体であるため、公的機関が私的団体を支援するような構造となり、憲法をはじめ、個人情報保護などの広報上の規律に服する。PTA と保護者とは、私人同士の関係に過ぎないが、PTA が消費者契約法第2条第2項のその他の団体に該当するので、PTA による 加入の勧誘や PTA が未加入の保護者との間で契約を締結する場合には消費者契約法が適用される。学校と保護者ないしその保護下の生徒とは一般の在学関係にあり、学校が PTA 会員の子供と非会員の子供を差別的に扱うことは憲法14条1項の平等原則の問題になる。公立の学校教育は地方文献。 教育文献に基づくものである。地方によって、財政事情、教育委員会の見解、学校長の見解、風土、住民機質等は異なるので、その特色により、PTA の活動内容は左右される。PTA は地域差の大きいものである。PTA の結成、加入を義務づける法律の規定は存在しない。通常の単位 PTA には法人格はない。 日本国憲法第21条において国民は誰しも自由に結社をすることが保障されている。このため国民は誰でも希望すれば任意加入の団体としての PTA を結成、解散及び参加、脱退する子ができる。道場によりさらに PTA は PTA 連合体に加盟、脱退することができる。 観光庁に問い合わせると PTA は社会教育法の第三章、社会教育関係団体にあたるとの回答を得られるが、同法には PTA や旧章である、父母と先生の会という文字は存在しない。1948年の社会教育局長通帳、地方における社会教育団体の組織についてでは、社会教育関係団体への観光庁からの ノーサポート、ノーコントロールの原則が示された。この原則は1947年に制定された社会教育法に取り入れられており、社会教育関係団体としての PTA の活動の自主性が確保されている。現行の社会教育法第2条は社会教育を主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動。 体育及びレクリエーションの活動を含む保有と定義しており、同法第44条第1項は、教育委員会は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために、利用に供するように努めなければならないとすため、PTA が社会教育を行う団体である性格を維持する限り、教育行政上優遇される。現在では、 学校の PTA 室を無償で確保でき、学校諸設備を活動に使用できるのは、学校施設令、第3条第1項、第2号の許可に基づくものである。道場第2項により許可にあたり、他の法令の規定に従わなければならないとされ、ここで言う、他の法令の規定とは、最高裁判所、平成18年2月7日、第3章法定判決。 民衆六十課二号401ページにより方、自治法第238条の4第4項、現行法では第7項及び学校教育法第85条、現行法では第137条となる。学校教育法第137条で、社会教育その他公共のためと明文化されているため、PTA が社会教育を行わず公共性を失った場合、 学校内で活動したり施設を無償で使用したりする法的根拠が失われる。PTA が、ある保護者が入会しないことを理由に、その子供を投稿班に入れない、行事に参加できない、配布物を渡さないなどと差別することは、社会に非難されるが、PTA が単なる私的団体であるから、会員の子供と非会員の子供を区別することは、事実上可能である。 特に学校の外で行う活動について、社会教育法第十二条は国や自治体に社会教育関連団体の事業に干渉を加えてはならないと命令するため、学校側は PTA に対し指導することが禁じられる。しかし、PTA が学校教育法第137条の社会教育その他公共のための基準に明白に満たさなくなる場合、学校内で PTA が優遇される法的根拠がなくなる。この場合、施設使用の許可が撤回されうる。また、公共性のない PTA による学校施設の無償利用は地方自治体の違法な財産管理行為として住民訴訟で問うことができる。PTA による学校施設の一時使用、PTA 室など長期の使用に関する訴訟はまだないをめぐる住民訴訟において 教育委員会による一時使用の許可の適否を争うことができず、訴え却下、使用量減免の決定の適否のみを争うことができる。参考となる判例は、杉並区立和田中学校の地域本部に関するよる、すべ訴訟である。判例タイムズ1370号に詳細がある。文部科学省職員執筆の書籍より引用する。 任意加入の団体である PTA が制定する規約、最速は、あくまで団体内部のみに通用するルールである。規約、最速を運用する際には、上位法である、社会教育法、教育基本法、日本国憲法、また、地方公共団体の制定する、子供の権利条約等の理念を理解した上で、行うべきである。 ましてや上位法等を外れた慣習を勝手に制定するべきではない。熊本県で PTA を相手にした裁判が2014年初夏に起こされた熊本 PTA 裁判。原告は被告 PTA に対して同意書や契約書なしに強制加入させられた上、大会届が受理されなかったことを訴え、回避などの損害賠償を求めた。2016年2月25日、 熊本地裁は原告の訴えを帰却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡公裁にて、熊本 PTA 裁判は和解した。双方が合意した和解条項には、下記がある。2017年5月30日、改正個人情報保護法。2016年12月20日に、閣議決定されたが、全面施行された。改正法の施行により、 PTA も個人情報保護法のルールに沿った個人情報の取り扱いが求められることになった。PTA が個人情報を扱う際に守るべきポイントはいくつもあるが代表的なものを次に挙げる。個人情報の利用目的を明確にする。個人情報を取得する際は利用目的を本人に知らせる。偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはならない。 病歴等の要配慮個人情報を収集してはならない。個人情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。個人情報を第三者に提供するときは記録を厳密につける。日本では単位 PTA と呼ばれる学校単位での PTA 活動が基本である。PTA、親と先生の会という名称通り、会の事務局を置く学校に、 児童生徒を通学させる親、保護者と教師が会員である。また、地域の人が会員になるケースがある。これについては、所属する PTA の規約を各自で参照されたい。児童生徒は会員ではない。彼らは皆等しく PTA 活動の支援対象である。民 PTA のうち、学区内の PTA がある単位ごとに組織され、 市区町村単位の PTA 連合体を形成する。オブザーバーとして教育委員会がつくようである。市区町村単位の PTA 連合が組織され、都道府県の PTA 連合、協議会とも称するを形成する。東京都のように加入率が30%前後の PTA 連合もある。日本には小中学校を対象とした全国組織の公益社団法人日本。 PTA 全国協議会、通称、ヒピーが存在し、北海道、東北、東京、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の9つのブロックに分かれている。なお、政令市の中には、都道府県単位の PTA 連合には属さずに、直接、ヒピーに属するものもある。しかし全ての PTA が、ヒピーに属しているわけではない。 日 P に属さず独立して活動していても、PTA を名乗れる点が、アメリカ組織との違いである。また、高等学校を対象とした組織として、一般社団、法人全国高等学校 PTA 連合会、通称、コーピー連が存在している。なお、国立学校、私立学校は、独自の PTA を組織している模様である。PTA とは称さず、の会や、 候補誤者の会といった名称のところがあり、公立学校の PTA とは一線を画す活動内容であるそうだ。世田谷区のように PTA を家庭教育への支援と位置づけ、教育委員会が委託金を各 PTA へ渡して最低でも年4回の研修会を開催させたり、区の PTA 連合体で研修を設ける自治体がある。なお、杉並区立和田中学校。 藤原和弘、大田昭久のように、公立学校で PTA 自体を廃止し、地域のボランティアの住民で作る地域本部に統合しようとする動きがある。PTA を本来のボランティア、障害学習団体、社会教育関係団体として捉え直し、サークル活動や固定した定員を設けず参加希望者だけで活動する委員会、委員会とは呼ばず、広報ボランティア、 家庭教育ボランティアなどと称するでの活動を中心に据えるようになった単位 PTA が存在する。近年の傾向としては PTA が本当に必要かどうか、あるいは PTA のあり方を整理すべきではという議論が起こっている。2007年より PTA が本来自由に入り大会できる任意加入の団体であることを周知徹底することで、 会の正常化を図るべきとの声も聞かれるようになった。2008年、平成20年から現在にかけて、インターネットでの PTA に関する議論が充実してきている。ネット上のみならず有志が、東京大学校内でシンポジウムを開いている、2010年8月。報道関係では2012年、平成24年に入り、PTA 問題を体系的に取り上げる。 新聞社が出ている。2015年、社会問題を読者と一緒に議論する場を、朝日新聞紙面と公式サイト上に設け、PTA をテーマに据える記事が出た。このウェブアンケート結果は公開されており、個人の PTA に関する考えを属性別に閲覧することができる。同年春以降、PTA 報道が多数取り上げられており、春の風物詩となりつつある。2016年、 平成28年3月25日、総理大臣官邸で開かれた1億総活躍国民会議にて民間議員として出席したタレントの菊池桃子が働く女性にとって PTA 活動が負担であることと PTA 任意性の意味について発言した。2010年2月11日、NPO 法人教育支援協会が 文部科学省委託事業の一環として開催したシンポジウムで PTA のあり方が議論された。この席で元文科省官僚寺脇県により PTA は任意ということが明言され、文科省官僚により教育委員会と校長に対して PTA は任意加入だということを広める約束がされた。この時の様子は新聞報道された。これを受け、 2010年4月26日に PTA が任意加入の団体であることを前提に有料 PTA の推薦にあたるよう各都道府県教育委員会宛てに文科省から事務連絡がなされた。2012年8月第60回日本 PTA 全国研究大会京都大会において 文部科学大臣平野博文が、指揮会計のあり方について、祝辞の中で以下のように言及した。2014年7月14日、大分県貴月市教育委員会が、各園、小中学校長宛に、PTA への入会の意思確認及び、個人情報の提供について、依頼という通達を出した。これにより、PTA への入会に伴う、意思確認と、個人情報提供。 名簿流用問題へのガイドラインが明確に示されたこととなる。2016年5月24日、滋賀県を移し教育委員会が同委員会公演長会で学校延長向けに事務連絡を出した。下記は抜粋である。1においては事務委任契約書のひなが提示され、4においては PTA 会費聴取は入会意思の確認をした上で行うよう指針が出た。 2017年1月31日、愛知県刈谷市が同志ウェーブサイトで PTA 加入の任意性と個人情報の扱いについて見解を出した。2017年1月、埼玉県教育委員会が PTA 活動を円滑に推進するための留意事項についてという通知を県内の小中学校長宛てに出した。同教委では PTA の関連放棄を 結社の自由を保障する日本国憲法第21条としている。下記はチェックリスト4項目の見出し等である。なお、同通知にはチェックリストの各項目に詳細な解説がついている。PTA は任意で結成し解散でき、参加、脱退は個人の意思に任される団体のはずである。つまり、PTA 活動は義務ではない。しかし、 これがあたかも義務であるかのような誤解がある。2015年4月から5月に行われた朝日新聞アンケートにおいて PTA に改善してほしいところはの質問の回答。全員加入が当たり前のことが43.2%に上っている複数回答か母数2104回答。保護者会員とその子供は別人格である。 児童生徒が、親の地位、活動、思想信条や人種等から来る、あらゆる差別から守られることは、児童の権利に関する条約、子供の権利条約、第2条に明かされている。しかし、PTA 非会員の子供の差別問題が起きている。上、大会を阻止するため子供を差別すると脅すケースがある。PTA を大会した保護者の子供が、投稿班から、 排除されるという問題が起きている。登校判編成や運用は本来学校の管轄であるが PTA や地域の育成会、子供会が担うケースがある。大阪府堺市内の中高一貫の私立学校においてある生徒が親が保護社会を退会したことを理由に中学校の卒業式でコサージュがもらえなかった事例がある。 同事例では他にもマラソン大会の差し入れや特別給食が保護者会から支給されなかったという。両親は人格権を侵害されたとして保護者会と学校の理事長を相手取り訴訟を起こしたが2017年8月に訴えが退けられている。大抵の場合、会員名簿は学校から提供された児童名簿を当てている。 法律上では被会員保護者の同意なしに個人情報を第三者に提供してはいないという判例が出されている。PTA が会費や事業収入等を学校へ寄付する問題がある。その背景要因として戦後の貧しい予算、また現在は OECD 諸外国より低い教育予算を補完するために金銭的または人的支援が案に求められてきた前日。 PTA 特本。指費会計である PTA 会費を学校運営に流用することは法令で保障された教育の機会均等と義務教育費負担の原則を害する。このため第二次世界大戦後は PTA が教員の給金を補填していた時代もあった。前日 PTA 特本が徐々に是正され自治体によっては義務教育における 支費負担の解消についてという指針を通達し改善されたところがある。しかしその一方で依然として PTA 回避を学校運営に流用する自治体があり2012年平成24年5月9日に文部科学省が実態調査に乗り出している。2012年公立学校において PTA 回避が流用され教職員の人件費や 校舎の修繕費などに流用されている実態が明るみにで、報道が多数相次いでいる。2012年5月9日、文部科学省がこの流用問題について調査を開始した。2013年1月29日現在、文科詳細と似て結果が確認できる。その概要は、PTA 等学校関係団体が実施する事業にかかる県職県業等の取り扱い及び、 学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。とあり、詳しくは外部リンク、その中の PDF 文章を参照されたい。PTA 会費を学校運営に流用する背景には、教育予算に地方格差が反映されるという現状がある。地方自治体が学校に教育予算を執行し、 実際にかかった費用の一定割合を国が負担する仕組みである。なお、下記報告書によると、文部科学省としては、学校の管理経費、職員の人件費は除くについては、割り当てて強制的に徴収するのではなく、PTA 等学校関係団体等が、真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていないの立場である、を参照すると、不適切な寄付事例が閲覧できる。 クーポンをきれいに並べる、時給100円相当の労働ボランティアをさせたり、クリスマス会において、何色のグミをさらに、いくつ足すか決めるのに1時間もかけたりする活動が、知られている。PTA 活動の負担が重すぎて、職場を去る羽目になったケースがある。PTA 役員、委員の活動が平日昼間に行うことが多いために、一人親、共働き、乳幼児育児中、 親族の介護、看護中、病気療養中などの会員は出席が難しく敬遠しがちとなる。このような会員が多く役員、委員が決まらない結果、例えば毎年一世代一役割制といった学校独自のルールを設けたり、くじ引きやじゃんけんで役員を選出するケースもなくない。年、当時まだ成権のなかった女性二人、 ウィリアム・ランドルーフ・ハーストの母であるとが、ワシントン DC にて、全米母親議会、ナショナル・コングレス・オブ・マザースを開いた。予想に反して、父親や、教師や、政治家も含め二千人もの人間が集まった。そのため、全米保護者教師議会、ナショナル・コングレス・オブ・ペレンツ・アンド・ティチャーズと名称を変え、後に、全米 PTA 団体、ナショナル PTA ・オーガニゼーションへと発展し、 幼稚園の設立、自動労働法、公共保険サービス、給食、少年法、予防接種の義務化などにつながる活動を行っている。2007年現在、アメリカ国内にある全米 PTA 団体に属している PTA は2万3千以上ある。しかし、全米の90%以上の学校が何らかの保護者と教師によるグループを持っているにもかかわらず、 PTA に正式に属しているのはわずか25%である。残り75%は各自が独立した団体で PTO またはハッサ、PCC などと呼ばれる。PTO の割合が高いのは PTA の方針や運営方法に賛同しない団体が多いほか、私立校には宗教学校が多く全米 PTA よりも 母体の宗教団体のガイドラインに沿った活動をするためである。PTOO が学校単位で活動しがちなのに対し、PTA は学校、州、国というヒエラルキーで構成され、全ての子供たちのためという長期的活動範囲な目標を持ち、それぞれの単位に合った内容で活動している。例えば学校単位では、教員や職員をサポート、学校環境の改善、 行事などを企画し実行する。州単位では各学校からの質問に対してアドバイスを与えたり、学区のカリキュラム、州法の改定など州内の子供たちが対象となる事項について話し合いが行われる。国単位ではアメリカの教育政策に対するロビー活動を行っている。過去に PTA が宣弁をつけた法案には給食、予防接種の義務化、 スクールバスの安全確保、テレビ放送内容のレーティング、年齢制限などがある。近年 PTA が政府関係者に働きかけているものとしては、安全な学校環境、保護者の介入や移行の尊重、給食の栄養標準の改新、公立校の支援強化などである。また全米 PTA は毎年、子どもたちが提出する数万の候補の中からテーマを決定し、 そのテーマに基づいて100万点以上が出品されるリフレクションズ、リフレクションスという大規模な芸術コンテストをしている。各学校から選ばれた作品は学区 PTA、州 PTA に進み、全米 PTA で受賞した作品はワシントン DC の教育省で展示される。各学校の PTA は毎年メンバーの家庭から PTA 回避を徴収する。 その中の一部を州 PTA と全米 PTA に収めることによって、学校の保険ではカバーされないイベントなどのために、PTA 団体保険に加入たり、トレーニングを受けたり、州や全米 PTA のサポートを受けることができる。PTA も各学校の特色やニーズに合ったイベントやプロジェクトを立ち上げるが、PTOO の強みは会費の徴収の有無。 活動目的や方針まで全てを決められる自由度の高さである。増加する p t o に対応して1999年に出版サービス会社 PTO トゥデイが幼稚園から8年生の保護者を対象とした雑誌 PTO トゥデイが創刊され8万部発行している。PTO トゥデイ社は独立している PTOO をまとめる事業も行っており回避を払えば p t TO Today イプラスのメンバーとなって、全米 PTA と同じようなサービスを受けることができる。PTA、PTO に限らず、教育熱心な親ほど学校に関わる傾向にあり、一般的にレベルが高い公立校ほど、PTA、PTO の活動が盛んである。PTA が楽な学校を選ぶ日本とは対照的である。また、日本が、 今年は PTA 委員に当たったと大量の仕事が一部の人間に集中するという現象が順繰りに回ってくるのに対しアメリカでは毎年各家庭が PTA に加入するかどうかを尋ねられ加入することは今年も自分ができる範囲で PTA 活動をするという意思の表示となる仕事を持ちながらシーズンを決めて活動する保護者も多く教育法、会計 美術指導、図書整理や読書指導、作文添削、スポーツコーチ、学校周囲の交通整理、広報活動、緊急災害準備、寄付金集め、子供のクラス役員、親睦会、講演会、教職員への感謝習慣など、自分の専門や趣味を活かせる分野で活動する。私立校の場合は入学と同時に、PTA に自動的に入会したり、ボランティア活動と、 現金寄付のどちらかを選択する学校もある。諸外国において、PTA は、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、イギリス連邦諸国、日本などで用いられる故障である。学校職員、スタッフを含めた、ぜ、これまでの教職員、保護者による組織から発展させる意味で、地域社会、コミュニティを加えた、とかと称する学校もある。 アメリカでは100年以上の歴史を持つ、非営利組織、全米 PTA、ナショナル PTA に属している団体のみが PTA、または、セを名乗り、属していないグループは、PTO、パランティチャーロガナゼイションなど、他の名称を用いる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。